続いては今週のゲストは株式会社アールボディプロジェクト代表取締役の鈴木武さんですすよろししくお願いま鈴木さんは1971年東京都生まれ札幌大学卒業後渡米されワシントン州立大学卒業全米公認アスレティックトレーナーの資格を取得し 帰国2003年に株式会社アールボディープロジェクトを設立され全日本スキー連盟モーグルチームをはじめ日本のトップアスリートのトレーナーとしてまた一般の人の健康管理さらにトレーナーの育成にも尽力されていらっしゃいます、えー、まずは最初にですね鈴木さんのプロフィールにあるアスレティックトレーナーってあんまり聞いたことないんですけど、ええ、これはどういうお仕事なんですか 簡単に言うとトレーナーの資格って大きくあると2つありましてあの1つがあのスポーツ選手が怪我した時の怪我を治す方のリハビリの方に従事する仕事とあと怪我はしてないんですけどスポーツ選手のパフォーマンスを上げるための野球選手だったらピッチングもっと速く投げたいとかっていうようなパフォーマンスを上げるためのトレーニングを,をするトレーナーと2つあるんですけど、うんはい、アスレティックトレーナーは前者の方で。うん 怪我をした選手のをえっとリハビリテーションして復帰させるっていう仕事です、うん、ででまあそうすると日本だとちょっとマッサージとか、うん、なんかそういったイメージになるんですけど、うん、えとアメリカのアスレティックトレーナーっていうのはむしろそういうよりも運動で直していくっていうのがちょっとわかりやすく言うと。うん、あの ちょっと違いいかもしれないですじゃあ体使いながら直していくとそうですね、はい、そのアメリカではそのアスレティックトレーナーっていうのは国家資格なんですかいえ違うんですよ国家資格ではありませんはいはいそうするとこの全米公認アスレティックトレーナーの資格っていうのは、はい、これはどこが認定してくれたんですかあのアメリカの,そのまあそういった団体がありましてはい、はい で準医療資格っていう方を僕が行った頃はああああ知っていましたが、はい、で国家資格ではないんですけどもそのドクターと連携をしながら、うん、あの仕事をするような環境でやってました、はい、あ何年ぐらいあれですかあの鈴木さんはアメリカにおられたんですかアメリカにいたら五5年ぐらいいました、はあ、それで5年経って、えー、その資格を取って帰国された時にええ まあ、日本のそういうトレーニングの現場見て、愕然とされたそうですけど、何が違いましたあの全くトレーナーっていう仕事があの認知されてないと言いますかあの、正しく認知されてないっていうのに、あのすごいちょっと、カルチャーショックでした、うん、それはあれですか、あのや,やり方というか、そうですね、それももちろんあ,あったんですけども。 トレーナーそのものをあんまり知らない方の方が多くてあのまあアメリカでしたらもちろんスポーツ選手もトレーナーという職業を知ってましたし一般の方もあの知ってたんですけども、はい、日本はちょっとそれが浸透してないような感じがしてまあじゃあなんかあれみたいですねあの、えー、野球選手のさトレードの時に代理人制度もさ、えーえー、日本はなかったしさはい だやっぱりスポーツの裾野が全然広いからもうちゃんとしたそういう職業が分業化されてるんだね、えー、きっとねはい、はいま、それがまず一番の違いですかね、はい、もうスポーツビジネスが完全に成り立ってる国と、うん、そうでない国で、うん、結局、それの裾野で仕事をしている我々としては、うん、あのやっぱり違いがやっぱりあったのかなとやっぱ結構、あれですね。こう聞いてると その全米公認アスレチックトレーナーって、結構、価値がありそうで、今あの、僕がアメリカに行ったのが、もう本当にもう20年以上前の話なんで、はいはい、でその頃は、あまりそのトレーナーに関する情報が日本でなかっただけなんですよ、はい、で今はもう帰ってきて、で私も帰ってきたらもう15年ぐらい経ってるんですけど、今はもう日本にいるだけでも十分な情報も得れますし。 この全米公認アスレティックトレーナーしか持ってなくても,もう優秀なトレーナーが今ワンサーがいます日本にそもそも東京生まれの鈴木さんがなんで北海道行っちゃったんですか、はい、大学の時あ,あの自分スキーが好きでしてはい、はい、もうそれだけです、はい、でもスキーやりたい一心で、はい まあ大学時代は北海道で過ごしたで,、ねはい、でもそのスキーがですねなんか鈴木さんがアメリカから帰国後、ええ、98年に全日本スキー連盟モーグルチームの専属トレーナーに、ね、なったきっかけですよねもともと。 直接的なつながりはなかったんですけれども、なんか縁あって。うん、あの、それこそ札幌にいた大学の先生にですね、あのお話をいただいて。うん、このスキ、スキーチームのオファーをいただきました。それで、まあ、モーグルで有名な上村愛子選手の専属トレーナー。えー、ソルトレイクから、そうちまで10年間にわたってサポートされたんですか。そうですね。あの、上村選手以外にも、あの、モーグルチーム全体。 またあのアルペンのスキーのチーム等々もちょっとお手伝いさせていただきました。最初はそういうのってどうするんですか。それぞれの癖とか体質とか全部みんな違いますよね。そうなんですよ。ね。もうそそこです。もうそこがすべてで、うん、はい。まず。 病院行ったら診察すするじゃないですかあなたの体どうなってるんですかっていうことを病院だったらするじゃないですか、うんはい、で実はトレーニングでもそれは必要で、うん、やみくにトレーニングしても、うん、別に特にスポーツ選手であればもうその選手になりたい体にならないので、うん、まず体を我々は診察はできないんですけど体の評価をします体の評価をしてその人に合ったトレーニングメニューを作っていくっていうのが。 一番やっていたことですねそれはあれですかその筋肉のつき方とかゆ歪みもあるのかもしれないしあとはあのやっぱり一番大事なのはやっぱ姿勢なんですけど<ー>、はい、でし姿勢をやっぱり見ますで、うん、ただ姿勢っていうとこう立ってるだけでこう姿勢って言いがちなんですけど、うん、我々日本立ちに立ってずっと動かないことってほとんどないじゃないですか<ー>なので今日動きですね その何気ないで万歳してしゃがめますかとか片足上げてくださいとかっていうのは何気ない動きの中からその人の体の特徴と癖をこう見つけていくっていう2012年ロンドン五輪の日本選手団2014年インチョンアジア競技大会では日本代表選手団のメディカルスタッフも務めたそうですかえあ,あの もともとスキーチームがきっかけでオリンピックに行かせていただくようになったんですけど、はい、あの2012年のロンドンオリンピックからは夏,夏もちょっと行けっていうふうに言われまして、はい、で夏の方のオリンピックに関してはスキー連盟っていう一競技団体だけじゃなくていろいろあるじゃないですか柔道か水泳、えー、いっぱいあるじゃないですか、はい、それので日本チームっていうのが出来上がるので、はい、それのメディカルスタッフっていう立場で、うん。 聞かそうするとあれですかそのメディカルってついてると、まあ、お,お医者さんもいるわけですかはいああそうですねあのドクターとトレーナーとがチームになってああああメディカルチームっていうのを作るんですね<ー>、はい。でその時に目指すのはあれなんですかま,まず一番大事なことは怪我をしない体づくりですかその記録を上げるっていう前にまさしくですよくあの言われてるんですけどヨーロッパのサッカーチームとかをリサーチをすると、うん、上位強いチームはですね イコール怪我をしないチームななんですねななので怪我をしない選手って実は強い選手につながる、うんうん、はいであの怪我をしないためのトレーニングって実はパフォーマンス上げるトレーニングとほとんど同じなんですね、うん、なので結局直結してるっていうのはあると思います、うん、そそれれはあれですかその あの素人考えだと筋肉をつけるっていうよりは、はい、なんか体の関節の動きを非常に正しく使うようにするとか、のそのとおりです、本当に、そです要は正しく動かす。うんはい、あのあ 動きのトレーニングっていう言い方がいいのかなと思うんですけどもちろんスポーツ選手であれば競技によってはすごいたくさん筋肉必要な場合もありますしそうじゃない場合もいろいろあると思うんですけど筋肉は絶対必要なので筋力トレーニングはやるんですけどそれは一般の方も同じなんですがあとそれと同じぐらい動きのトレーニングっていうのもやっぱり必要でスポーツ選手は特にそうですよねはい j w n g ロハストーク あの鈴木さんが代表取締役を務めていらっしゃる R ボディプロジェクトの、まあ、直営施設が恵比寿にあるんですけど、はいえー、まずここでは、まあ、あれだな、一番聞きたいの,はそのお客さんは、はい、そのプロの方と一般の方、はい、どんな比率なんですかねスポーツ選手、1割ぐらいですね、<ー>はい、一般の方、割です<ー>、はい、その一般の人の年,年齢層ってどんなものですか、男女比とか。はい ええまあそう4050まあ金ないといかないもんな若いやつはねあとあのあ,<ー>あのー、R ボディプロジェクトに来てくださる方って目的がですね、うん、フィットネスジムに行かれる方はちょっと目的がちょっと違いましてちなみに R ボディプロジェクトは。 フィットネスジムってて言いう方をしてなくてコンディショニングセンターってて言いう方をしてるんですけど、ね、は自分の体調をより良くする自分の体の管理をできるように自分が覚えるっていうようなところで、うんうん、フィットネスジムに行かれる方って結構、うんえー、例えば筋トレしたいとか。うんうん ダイエットしたいとか、うん、ちょっとリフレッシュしたいとかっていう方が多く行かれると思うんですね、うん、その目的はもうそれはそれでもう確立されていいと思うんですけど、うん、また別に、ちょっと腰痛いんだけどなとか、うんうん、ちょっと最近肩上がんなくなってきたなとか、うん、あのっていうようなちょっと、ちょっと自分の体の体調に不調を感じてる方が、ちょっと治したい、うんはい、っていう方の方が多いので。うん、若い方は そんんなななことあんまりいいじゃないですかそれで、ええ、体の不調を感じ始めた4050代が、はい、要するにあれですか、俺なんかはサウナ行ってマッサージして治してくれないかなって他人に任せますけど、<笑><笑>鈴木さんとかあれですよね、自力でやろうとするんで、できれば、できることならマッサージいらずの体になりませんかっていう感じです。 当たり前でですすよよね <laughs> マッサージはしすぎでよくない <laughs> あとここにあるのが鈴木さんが、えー、朝日新聞出版からお出しになったトップアスリートのトレーニングを自宅でファント取れこれちらっと僕見たんですけど、はい、あの自分でも心配なのは背骨の歪みとかえ<っ>そういうものってあれですかこの本読むとえ<っ>ちゃんと自力で治るって書いてありますけどテニスボール2個で,本当ですかそれそうですね、はい、あのー。 完全に治りますっていう言い方もできないと思いますし、うんはい、それが治ってるかどうかっていうのは、やっぱり専門家の,、うん、あの目で、手で、うん、あの見ないと判断はできないと思うんですけど、うん、あの間違いいの軽減をすすると思ま私なんかよく海外旅行行った時に、もう自分のね、その歪みが、自力で治せないと困るなと思いますんで。ええええ じゃあこれテニスボール2個ちょっと<ひ>やってみましょうかね <laughs> <laughs> でもまあこの年じゃ無理だろうな硬くなっちゃって全然全然できると思いますああのこの恵比寿のアル、えー、ボディプロジェクトではオリンピックに出場するようなトップアスリートと同じメニューの指導を受けられるそうですけどえええええええ そうですねあのー、最近、ですね、うん、こういう言い方をすると、すごい誤解を招いてしまうことがとても多いんですけれどもあの、これで言いたかったことは、結局、そのバレーボールでアタックをしす,るしすぎたことによって、 腰反りすぎて腰痛になっちゃった人と大掃除で壁を拭いてて腰痛くなっちゃった人っていうのは痛くなっちゃうメカニズムが結局同じなので、はい、やることは同じなんですよっていうことなんですよな,な,なのでもちろんオリンピック接種の方がフィジカルレベル高いのでちょっと難易度は高いかもしれないんですけども、はい、アプローチの仕方が結局同じなんですっていうことなんですね。はい 僕はあのゴルフもテニスもやらないですけど、まあ、その両方とも熱心な友人たちがいっぱいいて、はい、みんな首おかしくしますよね、やり,<あ>やりすぎた人は。はい だから僕から見るとスポーツは体に悪いと思うんですけど、うん、そんな、それは体の使い方が悪いんですかね、そんな気がします、はあはいで、首が結局痛くなると、首を何か、何とかしたいと思いがちなんですけど、うん、よくあるのが首が痛い原因は、もしかしたら背中にあったりするんですね、うん、で背中をやっぱり動かさないと首治らなかったりするので、はい、それを運動でやりましょうっていう。はい まあ、あの鈴木さんの著書のタイトル、ファントレ、これはファンクショナルトレーニングの略だそうですけど、はい、まあこのファントレを、ちょっと、えー、一言で説明していただけますかあの。ファンクショナルトレーニングっていうと、なんかそれっぽいんですけど、ファンクショナルって要は機能的なって意味なので、動きのトレーニングっていう意味合いなんですね。はいはい、なので、体の使い方を覚えましょう、うん、もっと平らに言えば、体操です。はい、なるほどはい そうするとあれですかこれ、えー、エイビスに行くとまあ一回一時間ぐらいなのか時間と料金ってどんなもんなんですかね。えー、月会費が三万円で、うん、あのワンセッションが八十分で五千円です。うん、はい。まああれですね、えー、か通い出すとあの多分こういうのって。 え次々ねやめて転々とする人がいると思うんですけど、えーえー、鈴木さんのところではど,どんな感じですかね定着率あ,あ,のありがたいことにあの大会率がとても少なくてはい、はい、なのであのお客様は昔からずっと来てくださってるお客様が多いです<ー>、はい、なかなか商売うまくいってるようでついにあれですよね <laughs> 今年1月大手町に 2つ目となる直営施設をグランドオープンされましたけど、ええ、これはあの恵比寿やなんか、なんかね、あの奥様とか、時間のある人がいそうな気がするんですけど、ええはい、このオフィス街のど真ん中でやられた意味って、何なんですかまず第一にあるのはあの、あんまりこう、店舗展開はしてなくて、はい、してなくてですね、あの12年間、今まで1店舗でやってきたんですけども。<laughs> とてもありがたいご縁あってお呼びいただけたっていうのがいただいたっていうのがまず一つと、はい、あとはあ,のあそこの丸の内大手町で働く方々の健康サポートをしたいっていう思いで、うん、へえ鈴木さんあのこの R ボディプロジェクトっていうね名前なんですけど何、はい、かこう目指すものがあってつけた名前なんですかね ありがとうございますこの R っていう意味があのあの RE っていうあの再生っていう意味なんですよね、はい、なんで体を再生しましょうプロジェクトっていうことなんですけども、うん、あのこれ何が言いたいかっていうと実はトレーナーいらずの、うん、トレーナーいらずでトレーニングをする人を増やしたいっていう目的なんですけど、うん、要はもうトレーナーいなかったら運動できないよみたいなふうにはならないで自分の体は自分でこう管理できるような人を作りたいっていう。で そうはは思っていたんでですすけど、エビスはですね、やっぱりあのトレーナーがこんなことしててこんなことできるんだっていうのがやっぱり世の中に正確に伝わってなかったので、はい、あえてマンツーマンで正しく伝えれるような環境での、うん、こうセッションが多かったんですけど、うん、増えてきたので<ー>大手町はあのできるだけトレーナー離れよ、うん、を,、うん、をキーワードにしてるんですね。<ー>でただ、トレーナーナいませんよっていうと、うんいや じゃあトレーニングできないじゃんっていうふうに言われちゃうんですけど、うん、ちょっとそれが違ってですねパ、うん、パーーーーールルトトレレニニンンググのの予約を取らずしてもようなサービスが受けれるんですようん、うん、何が言いたいかっていうとトレーナーがいつもこうそこのフロアに常に常駐してるんで「うん、すいませんちょっとこれやり方わかんないんですけど」じゃすぐ教えてくれますし、うん、ちょっと最近肩調子悪いっていうのはどれどれって見てじゃあこれやりましょうっていう指導もしてもらいますし、うん、そういったあの。 トレーナーをうまく利用するっていうような形になってるんですね、うんはい、よりお客様があの使いやすいまあ自立し,、はい、していただいて、はい、そ,でそれがあれだもんね自宅とかもう自立自てのねあれにつながってきますもんね、はい、いつまでも誰かいないとできないじゃねはいそうなんです毎回ジム行かなきゃいけないもんねそうなんです、うん、そうなんですパーソナルトレーニングの,の良さは火曜日の8時に行って自分で入れたら ででも行かかなななくちゃゃいいいいけっっててうことによって習慣化すするじそれが結構こなわれてくるとあちょっと今時間あるから行きたいみたいな感じになってくる、うん、そうした時に電話したら予約いっぱいですっていう予約時間で縛られるっていうデメリットもあるじゃないですかパ、うん、ーソナルトレーニンに。うん、でも先ほど言った我々グランドトレーナーシステムって言ってるんですけどもあのトレーナーもいるんでいつでも来てくれればやれますっていう。 形ですとと、うん、と時間がたに自分の都合で、ねはい、いけるまあまあえでトレーナーはいるので、うん、ちゃんと指導もしてもらえるっていうまあい今やもう健康志向の高まりでフィットネスクラブもういろんなものが出てきて、ええまあ、いろんなトレーナーもいるんだと思うんですけど、ええ、あのこういうご商売やっててどうですか随分増えましたか トレーニング増えました。増えました。はい。で、女性と男性どっちが熱心なんですかね。あ、トレーナーですよね。うん、やっぱり男性の方が多いですね。<ー>はい。で、その時にまあ例えば自分の職業として、ええ、そういうトレーナーやりたいなってやつがいるとしたら、ええ、そういう学校を通うのはトレーナーへの道なのか、それとも鈴木さんのような場所で、ええ、まああの小僧から叩き上げると。<laughs> <laughs> どううい道があるんですか実はですね今 R ボディアカデミーっていう学校もやってるんですけどそこはですね今日本にあるトレーナーの専門学校ですとかトレーナー学科のある大学を卒業した卒業教育をやらせていただいてるんですね。なのでやっぱりトレーナーの勉強したければまず最初はそういった専門の学校に行かれるといいのかなと思います。 ただ学問と今実,地は実地の、うん、今日本で日本の,この世の中でされてるニーズとフィットさせる、うん、そこのチューニングをやっぱりする必要があるので、うん、学校での学問を、うん、こう世にこう即戦力になるような人材にこう育て上げるようなのを、うん、あの我々のアロル・ボディアカデミーでちょっとやらせてもらっています。はあはい まああの今はねコックのブームのあとパティシエになっちゃってまあお菓子作りみんなね広まりましたけどあれですかこのトレーナーは鈴木さん考えるのにまあ大学出てから何年ぐらいでまあまあそこそこ一人前何年ぐらいかかかるんですかね一人前の定義にもよるんですけどももしそのお客様の前に立ってトレーニング指導できるようになるっていうのが がまあ一人前というのであれば今は我々3か月でええ本当ですかええ12年前は1年かかったんですねはいそれはこう研修制度もろもろずっと我々の指導法にも制度がやっぱり上がってきていろいろ考えるリニューアルリニューアル微調整しながらあの来たっていうのとあと来るあのトレーナーの学生のが卒業したトレーナーの 卵なるほどへえまあもうトレーナーってピンキリなので一、うん、人前っていうのは本当に本当の一流って考えるとそ,こそんな短期間でも無理だと思うんですけどでもやっぱりなんかあのお客様に喜ばれる手応えを、ええ、まあ3か月の教育で受けないんだったらいいですよね、ええ、いいと思いますねえはい まあ、あの2月の28日に東京マラソンがあるんですけれども、<ん>まあ市民ランナーも増えてるんですが、あれですか、このランナーの方の,その気をつけなきゃいけないポイントとか、<ん>もしなんかあったら教えていただきたいんですけど、やっぱりランナーは走り方ですよね、うん、同じ右足出して左足出すという,こう動作をもう何万回も繰り返すので、その一歩一歩の走り方の動作がちょっとおかしいと、うん、結局、怪我につながって。うん タイムも出ないっていうので、うん、まず体の使い方を覚えるっていうのが大事なのと、うんうん、あとは自己管理ですね走る前、うん、走る後の自分のこうセルフケアを覚えるっていうのは大事かなと思います、うん、僕なんかやっぱりあの人間はあ歩いてなんぼだから歩き方も指導してるんですかね鈴、はい、木さんとか、はいはい、ねもしかしたら、はい、いやもうきすべての基本があそこにあると思いますはい。 であのまあ、私、全然スポーツね、学生の時はやってましたけど、全くやらないタイプなんですけど、どうなんですか、結局やっぱり人間にとって、スポーツって大事なんですかね。大事だと思います、はあ、あのちょうどタイムリーで僕も昨日その ドクターとちょっと話す機会がありまして結局運動のやりすぎも例えば活性酸素がですとかあと過負荷なストレスですとかいろんなことあって運動あんまり体良くなんじゃないかっていう方もいらっしゃる自分の都合でいいねいいいわけで思うわけですよねまあこういった仕事してる立場でっていうのもあるんですけどやっぱり運動栄養っていうのはやっぱり健康維持する意味での 一番ベースななのの基本なのかと思いますし、はあはあ、そんなムキムキになるっていう必要はないのかもしれないんですけどもあの必要最低限な筋肉と,、えー、とそれを動かすための,その活動運動活動っていうんですかねのはやっぱり健康には一番必要なのかなとは思いますなんとか丸の内の,あの働く、えー、オフィスワーカーから、まあ、意識を変えて、ええまあ、なんとか医療費削減にもいつの日か。 あの、気をするように頑張ってください。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ジェイウォリン、ノーハース